ズンビ・ドス・パルマーレスのブロンズ像、ズンビ、または、ズンビ・ドス・パルマーレスは、17世紀のブラジルで、マルーンたちが起こしたキロンボの中で、最大規模だった、キロンボ・ドス・パルマーレスの最後のリーダー。仙台リーダーであるガンがズンバの老いにあたる。1695年、ドミンゴス・ジョルジベイリョによって引きられたポルトガル軍の攻撃によってパルマーレスは消滅した。 ズンビは部下の裏切りにより捕らえられて残首刑に処され、レシーフェの街の広場に遺体は晒し物にされた。ズンビは仲間から不死のズンビと呼ばれており、不死を恐れたポルトガル兵はズンビの首を槍にかけ宴会を催したとされる。命日の11月20日を黒人意識の日として祝日に定める自治体も多い。百九十九年にはブラジルマセオの カンポドスパルパレス空港が、準ビ・ドスパルマーレス空港と改名された。ありがとうございます。